タコッティです。はい、どうも、あんかけでございます。はい、じゃあね、なんかみんなが何かと何かを足してなんか美味しいもん作るみたいなやってるんで、俺もやっていきたいと思います。今日用意したのは、サキイカコーヒーワンダですね。一番美味しいやつですね、これが。バーテンダーみたいに振ってから、よく振るって書いてあるんで、これ注いじゃっていい？まあ、注いじゃって入れます。ちょっとエロいね。あ、大丈夫です。こんなー全部入れちゃうか。入れちゃいます。結構いい匂いするね。でもじゃあこれ開けていきたいと思います。最初お約束と結構浸す感じ。一括にさ、パッて入れちゃえば、なんかこう、なんかこうパスタみたいな感じ。パスタじゃないやなんかえ、じゃあ高尾っていうかちょっと上手くなるって思って買ってますからね、一応これに関してはちゃんといきまーす。ディリリ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 リというわけで混ぜ込みます。ドゥン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 。生々しい音楽とともに混ぜましたけど。いやちょっとちょっと待ちますか。待つの？ちょっと待ちますか。つけ時間作る。つけ時間作りましょう。絶対まずいってこれ。いや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 、考案者が言っちゃダメでしょそれは。え、これ俺先行った方がいい？それないじゃん。何を言うとんねん。どうぞ、いただきます。どうすか？わかんない。わかんない。わかんない。コーヒーなんだよ味は。あの、めっちゃ取れたんだけど、どうすればいいのこれ。全部行こう。全部行くか。全部行っても多分わかんないと思う。ファーストコンタクトでコーヒーが来るんだよ。いただきます。だって意外とうまくね。意外と好きかもしれない。あのコーヒーがなくなったら普通に先行かな。いや、まあここ俺もう一つのもうチャームポイントですよ。こいつの相手言うない。完璧な料理の出来上がりです。今回の料理としては、サキイカと、コーヒーがメインですけど、この情熱のオレンジと醤油若干入ってます。まあ、多分でも一つだけ言えることはあんまり変わらないだろうということが予想されます。ということで7分まで様子見ていきましょう。あ、7分経ちました。まあ俺のスーパーアレンジを加えた。多分これはね、一つ言わせてもらっていいですか。うまいよ。これは何やりすぎる。今コーヒー嫌いだもん。どうぞ、いきましょう。いただきます。まずい、まずいっていうか、なんか身体的にまずいっていう。全然変わってないそういうとそれと、そのジュースが加わったからって何が変わったってわけではないけど、コーヒーがまずい。根本違えな。はい、ということでね、恒例のコーナーでございます。はい、こちらどうぞ。ベジルですよ。とりあえずじゃあ、まあ、うまいよこんなん。コーヒーだ。まあ、ちょっと恒例のこれのちょっとゲロが T シャツにつくとまずいということで、ちょっとタッグ前提かよ。いや、もう吐いたら怖いじゃん、だってちょっと量がちげえな、前回と。まあ、缶一本だからね。ほら、もうちょっと少なかったんだよ。あ、もうコンディションいいぞ、これ。いやいや、ないない。じゃあ、いただきます。体大事に。お、え、マジ。おお、いったー。一言感想。はい、うまくて美味しい。本音は？え、あの、でも正直に言うよ、正直に言うけど、まずじゃないね。あ、ほんと？まあ、というわけで、まあ、次はね、まあサラダチキン&コカ・コーラゼロめちゃくちゃ美味しかったんで、まあ、あとガッティ君の作品もそのうち出てくると思うんで。そうだね。まあ、これ混ぜてみたシリーズを継続してやっていくと思います。それではカリスマのカルタ1発5